はい、どうもなんとか重工です。本日の動画なんですが、マシニングを買ってからの初めての加工動画ということでやっていきたいと思います。フルカバーのマシニングということで、まだ撮影環境等々整っておりませんが、このマシニングを購入するときに、お手伝いいただきました、機械商社さんの方から素敵なカメラを、ね、貸し出しいただいたということで、そちらを、ね、使ってちょっと撮影してみたいなと思います。はい、でカメラっていうのがこちらになります。はい、こちらのカメラなんですが、クーラントガンでちょっとクーラントをかけてみたいと思います。はい、どうでしょうか。はい、カメラの映像どうでしょうか。はい、こちらのカメラなんですが、この手前の円盤が回転することによって遠心力でクーラントが吹き飛びます。はい、でカメラここです。なので雫に、ね、影響されることなく映像が撮れるという非常に優秀なカメラとなっております。この赤いところはアルミのハウジングとなっております。はい、でマグネットで取り付いておりますので、ある程度自由に移動できるということですね。はい、はい、でこちらの、ね、部品、バイスのクランプ、はい、ケロはなんか機械買うととりあえずバイスのクランプを削るということで、バイスのクランプを作っている映像を、ね、撮っておりますので、そちらの方をご覧ください。加工の動画を見ていきたいと思うんですが、このカメラ展示会などのマシニング内にセットされて、加工状況をクーラントに邪魔されることなく見学できるとしてですね、すでに結構な台数あちらこちらで採用されていると商社さんの方からね聞きました。はい、ですでにお気づきの方多いと思いますが、音がありませんというわけで、これデータをね確認した際に気づいたんですが、このカメラ音取れないようですね。クーラントがねバシバシ飛んできているのは映像から分かる通りなんですが、レンズに雫がとどまって映像が見づらいっていうことがなくて、視覚的には非常に見やすいと思います。あとまあ多少くらいですけど、まあ照明を追加すればなんとかなりそうではあるかなとは思います。で、まあ、展示会なんかでね現地で音を聞きながらカメラの映像を見れば、非常に展示内容が理解しやすいんじゃないのかなとは思いますが、 YouTube での配信だと音ないのはさすがにね困りもんだなとは思います。はい、別のマイクでね収録する必要があると。でカメラ自身の収録した音がないのでね、音合わせもねまあ少々厄介なんじゃないのかなとはちょっと想像しますね。さてせっかくなんでね、加工シーンはこのままノーカットで解説を交えつつの動画にしたいなと思っております。加工プログラムは Fusion360 の CAM で、使用しているコマンドは画面下側に表示しています。使っている工具、切削条件は左の方に表示しています。右上の表示は使用している座標系になります。手前に見えているバイスのワーク座標は G54、 奥のバイスのワークの座標は G55 で設定しています。加工中の座標系を赤枠で囲ってます。現在加工中のプログラム作成に使用した CAM のコマンドは負荷制御加工、削り物ならとりあえず一発目に使用するコマンドとなっております。おおよその、ね、形状までわずかな設定項目で、オートで形状粗加工が済んでしまう、オプション不要で、ね、使える Fusion360 の良心コマンドと私思っております。しかしマシニングブラザー S10、 やはり使いやすい、楽ですね。はい、現時点ではね合成とかトルクの感覚をつかんでないんで、手加減した条件で削ってはいるものの、まだまだ余裕がねあります。音が聞こえないんで見ている方はね正直わからんかもしれませんが、まだまだ負荷を上げてもね対応できそうな感じはあります。ちなみに今クーラントが刃物周辺に噴射されておりますが、 S10 のセンタースルーオプションを使用してコレットスルーで使っております。センター穴のね IT9 普通のエンドミルなんですが、コレットスルー対応のコレットを使えば、スルー非対応のエンドミルでもセンタースルーオプションは有料にご覧の通り使用できるということでですね、非常に便利、非常に使いやすい。この加工の後ヘリカル加工で穴開けするんですが、まあ切り小詰まりの心配がなくてね、すんなりね開いてしまいます。センタースルーオプションはマジで入ってるマシンでね、ほんと良かったなと思いますね。安心感が違う、もうね楽しくなっちゃいますね。うん、まあご覧の通りね、ザクザク掘り込んでいってもね詰まることはないと。キリコの飛び散る様子がね今回はまあ見えないんで、臨場感こそ感じづらいかもしれませんが、まあ加工効率や詰まりの心配のない点はねめちゃくちゃねいいなと思ってますね。はい、まあこんな感じでね結構な勢いでクーラントがカメラにかかっておりますが、あっという間にね水切りされてしまいますのでね、カメラの視点はね非常に見やすいですね。あの機械の外側から窓で見るよりもこのカメラで見た方がめちゃくちゃ見やすいというぐらい、もう見やすさに関してはもうズバ抜けていると。
言えると思います。じゃあまあ音のことを目つぶれば映像の点に関してはめちゃくちゃいいカメラなのかというと、まあこれはねいろいろあるとは思うんですが、私ちょっと気になるところとしてはですね、コマ飛び、今ね実はコマ飛びしたんですよ。映像のねコマ飛びが多少ね定期的にね入っているという困ったポイントがあるというところはね、まあこれは伝えておきたいなと。これはまあ録画環境が悪いっていう可能性もあるし、私の設定をミスっているという可能性もあるにはあるんですが、まあちょっとねタイミングが悪いと非常にねひどい感じになっちゃいますね。はいはい、これねワープでもしたんかみたいなコマ飛びしてますよね、まあ、そういうところがねあると。はい、まあここら辺はね私の使い方が悪いかもしれませんのでね、まあここら辺はまた借りれたらね検証しようかなとは思います。はい、そして何気にワープしてからですね G55 のワーク座標系に移動して加工しております。でここで注目いただきたいのは T20 の工具そのままで G55 に移動して加工しているというところなんですね。でこれは Fusion 360 の設定1と設定2で G54 の加工をするよ、 G55 の設定にするよというふうに設定しているんですが、 G54 と G55 を一つのプログラムに出力するよ、そして工具を並べ替えることによって余計なね ATC を削減できるという機能がね Fusion 360 にはあります。はい、まあ、これはね今ね言葉で聞いても何を言うとんねんっていう話かもしれないんですが、ここら辺のね工具の順番を入れ替えるのって結構ね手編集だと大変なんですが、 Fusion 360 自動でねやってくれるということで非常に便利です。はい、なのでね、まあ、ATC に結構時間のかかる機械の場合はねめちゃくちゃ有用なね機能かなと思います。まあブラザーのね S 線に関してはですね ATC が尋常じゃなく早いので2度3度増えたところでなんやねんと言わんばかりのスピードで終わらせますので、 ATC がねどこまで有用なんかって言われたらあれですけど、 ATC が遅い機械に関してはねめちゃくちゃ使えると思います。はい、というわけでですね、まあ音取りができていなかったということでですね、ナレーションでお送りしております。どうでしょうか、ナレーションよりもまあできれば加工音の方がいいですよね。はい、まあ次回以降はね音もちゃんと撮って、加工を楽しめるような動画にしたいかなと思います。そしてですね、まあ今まではですね加工動画といえばですねテンポよく結構ガツガツガツとカットしていたんですが、まあノーカットでやっておりますがいかがでしょうか。ノーカット私なんかね加工が結構見慣れてしまっている光景なんでね、まあこうやってずっと加工している動画はちょっと飽きちゃうんですけど、視聴者のね皆さんはどうでしょうか。ノーカットもありかなみたいな感じありますかね、まあ、早送りしてくれたらノーカットもありだよみたいな、はい、感じでしょうか。まあ今ざっくりですね加工工程の半分ぐらいが終わったというところですね。粗加工と大まかな仕上げ加工がおおよそ終わりまして、この後 3D 加工で、まあ角のね丸みをつけていったりとか面取りをしていったりとして、終了となるわけなんですが、結構長いね。はい、まあせっかくなんでね最後まで見ていっていただければなと思っております。長い長い T20 の工程がですねもうそろそろ終わりますので少々お待ちいただければなと思います。はい、まあ今回ですね粗加工仕上げ加工のほとんどをこの T20 スピードタイガーさん、JPFE4080 でですね加工させていただきました。粗加工と、側面加工の仕上げ、底面加工の仕上げですね、はい、やりました。まあ計ね8つほど加工したんですが、やれ等々なく非常に刃持ちも良かったですね。 CNC でやった時はですねこの JPFE ちょっと重たいかなと思ったんですが、まあ、結構いけたという感じですね。でまあうっかりオプショナルストップを入れていたんですが、オプショナルストップを解除して、まあ、再開したという感じですね。 G54 に移動して ATC して T21 で加工していると。はい、使用しているコマンドは 3D フロー加工となっております。はい、角っこをねちょっと丸っこくねフィレットかけておるという感じですね。ミスミのラジアスエンドミルでまあちょこちょこちょこと 3D 加工をしているという感じですね。まあ、3D 加工も今回に関して言えばちょこっとしかないのでねすぐ終わるんですが、まあ、バイスのクランプにねわざわざ 3D 加工するなよみたいなねところあると思うんですが、まあ、ちょっと試してみたかったということでやってみているという感じですね。あとまあこれフォルダーがねちょっと変わってて、ビッグのちょっと長めのねハイドロになっています。さっきのやつはね短めのハイドロでねエンドミル使っておりました。はい、
まあ、これもね別に理由はないです。あったから使っているという感じですね。まあこれからねハイドロのねチャックでねやっていきたいなと、メインはねメインはハイドロのチャックでやっていきたいなと思っております。はい。でまあさっきのやつとクーラントの飛び散り方が微妙に違うということがあると思いますね。これもねコレットスルーのねコレットの種類で結構変わってくるというのを最近知りまして、はい、まあ、後ほどねなんかそこら辺の使用感の違いとかもねやっていきたいなと思っております。まあ先ほどコマ飛びでねワープするような感じになっちゃったんですが、まあこの後ですね、まあコマ飛びせずにね、G54 から G55 に移動する様がね見れるかなと思います。はい、ご覧の通り G54 から G55 に切り替わって、T21 のまま 3D フロー加工を G55 の、ワークに行っているという感じですね。まあこれはね本当 Fusion 360 の機能の一部なんですが非常に便利ですね。 T21 をまとめてやる、 T20 をまとめてやるっていう風に、G54、G55 間で調整してくれるということですね。めちゃくちゃ便利ですね。これ手編集でやるとね、まあ大概ミスってなんかクラッシュするっていうことになるんですけど非常に優秀。あ、まあちなみにね順番を適当にいじることによってなんかその勝手にやられたことによってクラッシュするんじゃないのかっていう心配ももちろんあるんですが、今のところですね非常に優秀な順番の入れ替えを行ってくれるということでですね、まあ逆に言うと無難な入れ替えを行ってくれるので、まあ、ほぼほぼミスはないのかなと思ってますけど、まあね、レアケースがあると思いますので、そこら辺もね、もし出たら、お伝えしたいなと思っております。はい。Fusion 360ね、安いから、なんかそこそこのキャムなんやろうと思われがちなんですが、まあ、なかなか使えるというところはですね、まあ、マシニングも手に入れたことですし、まあ、今後ね、ちょっと熱くね、解説していきたいなと、情報量厚くね解説していきたいなと思っております。はい、はい、というわけでね、まああとこの 3D 加工が終わりましたら面取り加工を行って終わりという感じですね。はい、面取り加工はですね岩田ツールさんの、10倍の9枚刃のエンドミルでですね仕上げを行いまして、立体的なところはね Fusion 360 のキャムを使ってですね面取りして終了にしたいと思います。はい、そろそろかな。はい、AT しまして、はい、面取りですね。まあ、ちょっと外部給油の感じもやってみようかなということでやっております。はい。はい、G54 から G55 移動して面取りすると、非常に無難にまとめてくれていると。まあ、2D トレース加工というコマンドなんですが、3D 加工でちょっと立体的なところを面取りしているという感じです。手でやるとね、手間なんで、できるだけ機械でやってもらうと、面取りはね。はい、その面取りっていうかバリ取りか、バリ取りはやってもらうという感じですね。はい、最後にコマ飛びしましたがこれで終了となっております。はい、まあこんな感じでですねクーラントでびしょびしょでございますので、エアで飛ばしまして、取り除きましてワークを、で新しいワークを取り付けていくという感じになります。で画面右手側が、まあ、クランプが完成した状態、画面左手側のバイスが、今落ちましたけど、これは1工程目が終わった状態となっております。はい。クランプが完成しておりますね、こんな感じで。はい。この1工程と2工程を今回1つのプログラムで流したよということですね。で、この1工程目の終了したワークを、2工程目を行うバイスに取り付けて、完成させると。そして、左側のバイスに新しいワークを取り付ければ、スタートしていくという感じですね。これを今回8個作ったんですけど8個分やるという感じですね。で今このマシンバイスのところエア吹きましたけど、まあ、切り子を噛んでるとねダメージがいきやすいということでちょっと飛ばしております。はい、でここにパラレルブロックを乗せまして、ワークを置くと。はい、で、まあ、忘れずに締め込むと。で、まあ、パラレルブロックはね、取っておきます。干渉する可能性がありますのでね、1工程の方は取っていくと。2工程の方は大丈夫なんで、干渉の心配ないんで、叩き込んで、パラレルブロックが動かないように固定しておくという感じですね。あとは、まあ、ドアを閉めて、スタートボタンを押して、再度加工すると。これを残りワークある分だけ全部やるという感じですね。はい。いや、映像はね、非常に見やすいですね。
はい、こちらね、一番最初にプログラムの確認も兼ねてね、加工した、まあ、1個目の完成品ですね。ちょっと面とかね、あとまあ側面のつなぎ目とかが、まあ、段があるという感じですね。まあ、別にいいですけどね、バイスクランプなんでね、別に気にしなくていいんですが、まあそんな感じと。で、2個目の方は平面の仕上げを少し変えました。シンプルなね、仕上げに変えました。はい。で、まあ側面も、まあ、ミスマッチというかね、向きが違うんでね、見た目は違うんですけど、段差はほぼない感じになっております。はい。面取りもね、3D 加工して仕上げましたよと。